さあ続いて来週なんですが、描写力トレ、はい、ということで、まあ、俳句というキーワードもありますが、イラさん一言お願いします。陽平くんからたびたび描写力をなんとか小説家になろうのシリーズでやってって言われてたんだけど、そうです、ね、描写力って教えることがないから無理なんだよって何回か却下してたんだよね。そうそう、でもしつこくね、食い下がって、そうで、しつこく食い下がってるうちに僕安直を見つけました。おそれが、俳句です。なるほど。なので俳句を通して普通に自分が書いている文章の中でキラリと光る描写力を上げる手というのをですね、うん、最短のアンチョコで教えようと思います。ということで久々ですね、小説家スペシャルのシリーズということですね。そうですね、はいはい、楽しみ、楽しみにしていたいと思います、うん、はい、ということでまた来週もお目にもお耳にかかりましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。